こちらにおじいさんが一人いらっしゃいますなんだって、この辺には七魔性がいるんだここにいたら危ないおじいさん、ここにいると危ないですよむえー、っと、はあ、若者よわの耳はよく聞こえなくてな今、なんて言ったんだし、 七魔星という危険な人が近くに。おい、そんな小さい声で聞こえるのかおい、じいさんここに七魔星という悪党がいるんだってよ危ないから早く逃げときな七、なんだってし、七魔。七魔星だよ七、七魔星 知らないのか減少金が山ほどかかった。しちませう,う若者たちはしちませ。し、そのな、まっこと、久しぶりに聞くのう か、あのおじいさんが <laughs> しまった七魔性が変装にたけていることを忘れていたお前らどうやってここに入ってきたんだ罠か戦うしかなさそうだくそ、ヨぼヨモのじいさんに変装するなんて卑怯だぞ えおじいちゃんおいるの迷うなあいつは本当の姿を隠した悪党なんだウィーグルーんお前いつからついてきてたんだもしかして助けた恩を返そうとしているのかウィーグルーそうかよしみんなで力を合わせて奴を倒すぞ くぜ発射はーっ,はーっウィッグル

<laughs> 傭兵団発足と同時にこんな大物を倒すとはさすが俺様だぜでてこ個人がどう考えても不自然だこの人からは邪悪な気配が全くしないぞ本当にあなたが七魔性なのですか七魔性だな ロッテルダム市場で7番目に歳を取っているのがこのわしじゃ。そうだお前ら老人に攻撃を加えるなんてここは父が気楽に休めるよう用意した場所なんだぞそこに押しかけてきて攻撃するなんて正気なのかベアトリスま、待ってくれ じゃあ、七魔星の噂はもしかして、七魔星って。七魔星は、市場の皆が、星のように長く生きるようにとくれた、大切な二つ名じゃ。たじゃわ、私は、そんなつもりじゃ。ふーん、わかった。 ビアトリスさんこのあとすっごく怒られるんだよねどうか穏便に済みますようにそそんなスタートから傭兵団の評判がいたった腰が運動をしすぎたわい父さん大丈夫かすぐにでも奴らに治療費を出させないと そういうんじゃないんじゃどれどれはい。これはなんて感覚じゃこれが性骨というやつかえ父さん最近腰が折れたかのように痛いってずっと言ってなかったか それがじゃな、運動をたくさんしたら、このように一発で治ってしまったわい。そ、そうなのか。何がどうなってるんだうーん。今だ全員撤退目的地は六三名の坂場ウイグルー どうやら礼を言わなきゃいかんようだなあれあいつらどこに消えちまったんだ